皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。イスラム組織ハマスは最高指導者ハニヤ氏が死亡したと明らかにしました。ハマスは31日、最高指導者ハニヤ氏がイランのペゼシキアン大統領の就任宣誓式に出席した後、首都テヘランの邸宅にいたところイスラエル軍による攻撃により死亡したと明らかにしました。画像、死亡した最高指導者ハニヤ氏はこちら。 ハマスは偉大なパレスチナ人のために殉教した指導者ハニヤ氏を悼むとの声明を出しています。これに対しイスラエル軍の公式のコメントはまだ出ていません。イスラエルとハマスは現在、戦闘休止と人質解放に向けた交渉を行っていますが、ハニヤ氏の殺害によって合意への見通しは一層不透明になったといえます。ハニヤ氏をめぐっては息子3人も2024年4月、 パレスチナ自治区ガザで孫3人と一緒に乗っていた車がイスラエル軍による空爆を受け全員が死亡しています。ハニヤ氏は2017年ハマスの最高指導者に就任しカタールの首都ドーハを拠点に活動していました。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。